管理棟前から、阿波大正ロマンバルトの庭は、徳島県鳴門、2015年5月6日に閉園。2006年に公開された映画、バルトの楽園と、その題材となった、バンド不良収容所をテーマとする。映画のロケで使用されたセットを中心に、実際の収容所建造物も,も交えて、収容所や映画撮影時の模様を紹介していた。運営は、 特定非営利活動法人のドイツ村バンドロケ村保存会であった。2005年の映画撮影の際、ナルト市などが協力する形で、ナルト市バンドにロケ Z が建設された。撮影終了後の2006年3月から2年間の限定という形で、バンドロケ村から歓喜の里の名称で有料の施設公開が行われた。これは、市が、 地元のボランティアの協力を得て実施され、市の予想を上回る23万人の来場者があった。地元からは公開の継続を求める声があり、閉鎖2週間後の2008年4月から、地元の n p o が市と運営委託契約を結んで、公開を再開した。しかし、知見者との関係や立地の問題、さらに建物の安全性を理由に、 市側は2009年3月以降の契約延長を認めず2009年2月に再び閉鎖された。ナルト市側は別の土地への移築による保存を NPO に提案し、NPO 側が少し離れた場所の土地を確保した上で移築が行われた。この移築に際して実際の収容所で使用された弊社一棟も敷地内に移築保存されることとなった。 2010年4月25日にオープン。2015年、施設の設置、運営に協力してきた地権者が、一定の地域活性化の役割は果たしたとして、閉園を運営者に申し入れ、5月6日限りで、約5年の歴史に幕を下ろした。施設等の今後については未定としている。2015年12月9日から2016年1月24日まで、期間限定で再公開された。 城内ではボランティアによる無料ガイドが行われていた。ロケセットの建物映画の撮影に際して当時を復元して建てられたもの。英文の他管理棟、売店、衛兵詰所、印刷所、製ン所、洗面所、守保、弊社の8棟。2011年には製ン所のセット内に実際にパンが焼けるレンガ用が再現され、土日と祝日にはこの窯で焼いたパンが、 数量限定で販売されていた。実際の弊社大正時代に建設され、その後転用されていたものを一区復元。商工用弊社。野外舞台2011年9月完成。農村部隊を模した木造平屋で泡人形浄瑠璃の上演会や演奏会等を開催した。ありがとうございます。